まずは完封勝利おめでとうございます。今日の試合を振り返ってまず感想をお願いします。ちょっと最初に、謝らなきゃいけない。前半にレフリーに、僕がかなりクレームをつけてしまって、サッカー見てる人ちょっと不快だったんじゃないかなと思う。ちょっとウェベルトンが怪我しちゃってね、僕もすごくそこに対してこう苛立ってしまって、そこはねちょっと反省してます。選手はそこのところも踏まえてね、ハーフタイムも踏まえて1点取った後しっかりとコントロールしてくれたので、選手に感謝したいと思うし、今日絶対勝ちたかった、勝ち点3取りたかった、で仙台は素晴らしいチームでというところがあったので、今日の勝利は非常に大きいなと思ってます。次につなげたい。チームでみんなで取ったあの勝利だと思うんですけど、その中でゴールを決めたのは興梠選手でした。浦和レッズの歴代ゴールを抜く92ゴール目になりました。その興梠選手のゴールはどのように見られましたか。あれね、心臓があそこで見せるなんていうかな、パフォーマンスっていうのは本当に稀有なものだし、真似をしようと思ってもできるものではないのかもしれない。ただ彼一人だけで、ね、やったわけじゃなくて、あそこにつないだ、ね、あの前の武藤のプレー、あれは素晴らしかったし、その前の縦パス、そういったのも踏まえて、ね、みんなでやってきたことを彼が、ね、こう完結させてくれる非常に素晴らしいプレーだったし、みんなの流れからのゴールを、ね、喜びたいと思います。そして一人多かった中で追加点が取れなかった、ここはどのような修正を今後していきたいと思われますか。もちろん取りたかった、もちろん取りたかった。ただここで本当にね、相手が10人になった時に選手にも話したけども、あれが心の隙を生む、いろんな隙を生むと思うんですね。そこを見せるなっていうところはやってくれたと思うので、また次のね課題が見つかって成長する種が見つかったと思って、また練習します。